おはようございます。速稼塾の久保です。今日はですね、9月4日なんですけども、体のエーダに新しいニュースが入りました。この桜エクスチェンジビットコインサービスだったですかね。今ご覧いただいているこの暗号通貨取引所、これ金融庁の認可を得ている日本の取引所なんですけども、こちらの方でもう間もなくですね、体のエーダの取引ができるようになるそうです。ビットポイントジャパンが体のエーダの取引を始めてくださったので、国内の体のエーダに対するハードルも随分下がったみたいなんで、これからね、ビットフライヤーとか、それから他のコインチェックとかね、こういったところも取引始めるんじゃないかなっていうふうな期待を私は持っております。まあ、日本の暗号通貨取引業者さんっていうのはそんなにね、何百もあるわけではないので、本当に限られた数です。20ほどだったと思いますけども、まあ、それぞれ体のエーダの出来高を考えれば、全てのね、取引所で体内が扱われるのはそんなにおかしいことではないかなと思いますよね。まあ、とりあえず、あれですね、口座開設でもしておこうかなってとこですね。今日はそれだけです。はい。一報でございました。いいニュースですね。